よし、準備していきまーす。洗顔はモルバニーのジェルクレンザー。コンタクトつけます。はい、化粧水はボーラビゲーローションのイマース。いい香り。パックは基礎のナイアシンアミド、相変わらず大好きな基礎のパック。これ安いのに個包装だし密着感が半端なくて大好きです。だいたいパックしてる間に着替えちゃいます。着替えた。ピャーン、ツヤツヤーン。そしたらカネボウの日中美容液、これは先日オフ会でファンの方からいただいて愛用してます。これ塗るとすごい肌がトゥルンってなる。そしてお気に入りのカネボウのクリーム、ちょっとつけすぎるとベタベタになるからちょっとだけ。よし、スキンケア完了しました。ちょっとこのまますぐ化粧するとね、まだ肌に馴染んでないからいろいろ浮いてきちゃいそうなので、いつもこの後少し時間空けてから化粧するんですけど、その間にするのがまずこれね、じゃーん、アクニーのスカルプブラシとスカルプセラムで頭皮のマッサージをして、お化粧する前に顔を引き上げておきます。大事。全然違いますからね、これやるのとやらないのとだと。よいしょ。そしてもう何年使ってるかわからないリファカラットで、顔はもういろいろ塗っちゃってるんですけど、この耳の周りをほぐしておくだけで顔のむくみが違う感じがする。朝はここだけでもやるって感じ。耳のあたりがめっちゃポカポカしてくる。あとこのフェイスライン、首のあたりもゴリゴリやってる。はい、ではお化粧をしてまいります。まずはこちら、じゃーん、デイジークのウォーターベールプライマー。これこの間の目変わりで買ってから使ってるんですけど、めっちゃいいです。こんな感じでピュッて、私はワンプッシュ分ぐらい出して顔に塗っておく。これ仕込むとほんと肌がツヤツヤになって、私もともと結構乾燥肌なので、いつも化粧はツヤ命って感じなんですけど、美容液感覚で使えるし、すごいもっちりして、なんかファンデーションとかの密着力も高まる感じがするのと、夕方になってもねファンデが崩れにくいっていうのもなんかこれつけてるおかげかなと思う。でも結構ねベタベタはするので、ちょっとテカリタイプの人、テカリやすい人には向いてないかもしれないんだけど、乾燥肌の人にはねおすすめしたい。はい、これでツヤを仕込みましたら、日焼け止めはこれ去年からずっと使ってるオルビスのリンクルブライト UV プロテクターです。これもう好きすぎて年中無休で使ってます。これね、美容成分がなんと 88% 入ってるから、日焼け対策はもちろんなんだけど、その日焼け対策しながらコラーゲンをね生成してシワの改善までしてくれるっていうのと、このスルーンって塗れるんだけどしっかり潤う感じのテクスチャーも大好き。カサカサしたりパリパリしたりしないからすごい気に入ってる。こんな感じで日焼け止めとブースターだけで結構つるんと肌になりますよね。そしたら私はここでまたまたツヤを仕込むんですけど、これシャネルのルブランロージードロップスっていうリキッドタイプのハイライトなんですけど、私はファンデーションを塗る前に塗ってます。だいたい私もワンプッシュぐらいこのほっぺとかツヤンとさせたいところに塗ってます。これ塗っておくとこうなんか内側からパーンって光る感じのお肌になるので、これを先に仕込みます。はい、ツヤ仕込みまして、ファンデーションの前にコンシーラー、
コンシーラーはこれもちょっとこの間目代わりで買って使い始めたんだけど、ポーラの 3D コンシーラーです。私は02番のカバリングオレンジっていうのを使ってて、そんなに前までコンシーラー塗ってなかったんだけど、ちょっとやっぱり年齢的にもね、このクマをね隠さないと気になってきて買ってみました。これね、私も大好きで使ってる BA のアイクリームと同じ成分が入っているらしくて、だから塗った瞬間からパーンって明るくなるし、さらに美容成分で目元のケアもできるっていうね、万能アイテムです。しかもこうね、目元のコンシーラーあんまりしてなかったなって、結構シワがね出てきて夕方に崩れやすいっていうのがあってあんま使ってなかったんだけど、これはその夕方になっても崩れない。でもつけすぎたら良くないから、なんか私はこの目の下の三角ゾーンにこうちょんちょんってつけるぐらいで塗ってまーす。ね、ここのくすみを抑えるだけでちょっと肌綺麗に見える。このロージーローザのパフでなじませておきます。そしたらファンデーションはこちらです。これも目代わりで買いました。なんか噂になってて気になってたんだけど、ラビアンのナチュラルパーフェクトブラッククッション21番のライトベージュです。これもさっきのこのパフでつけてるんですけど、これ薄付きなのにカバー力が本当にあって、しかもツヤっと感も出てめっちゃ気に入ってる。もうね、こんなぐらいしかつかないんだけど、肌にのせると結構カバー力があるんですよ。夕方になるとファンデーションってどうしても崩れてきて、夕方トイレ行って鏡見てガーンみたいな、いやーんってなること多かったんですけど、これにしてからね、そういうことが減った感じがする。だからすっごい本当崩れにくいんだなと思って、これめっちゃいいです。最近のお気に入り。はい、これでお肌完了です。ツヤーン、なんか上品なツヤ感が出ません？この辺で、パウダーなんですけど、パウダーはツヤを出したいのでそんな塗らないんですけど、やっぱりね、おでことか鼻とかテカって感じにはしたくないじゃないですか。で、私は相変わらずエレガンスのラプードル、これは1番のセミマットのタイプなんですけど、これを塗ってます。で、塗るときは去年アマゾンのセールで買った6プラスのこのブラシを使って、もうやばいよね、これもう真ん中がない。これを取って、おでことか鼻とかちょっと気になるところ、あとフェイスライン、なんかフェイスラインがベタつくからテカる部分にさらっとのせるだけにしてます。はい、そしたらまずは眉毛をやっていくんですけど、眉毛は私はハリウッドブローを月に1回やっていてね、結構しっかりめの眉毛なので、ちょっと足りないところを描き足してアイブロウマスカラを塗るだけです。で、眉毛、アイブロウはね、これレナレビっていうのかな、そう、サロンでちょっと購入してるやつで、ネットで売ってないんですけど、これを使ってて、これもロージーローザのアイブロウブラシなんだけど、これが本当に描きやすくておすすめです。ちょっとね、足りないところだけ描き足していくような感じです。ちょっと眉毛とか私本当そもそもお化粧があんまり得意じゃないから、なのでプロに任せられるところはちょっとできるだけまつげもねパーマしてるんですけど、ビューラーできなくて、なのでできるだけプロの人に綺麗にしていただいてという手法をとっております。いや本当これぐらい、これちょっと描き足したぐらいなんですけど。そしてアイブロウマスカラは、これもアマゾンのセールで前に紹介したかな、買ったと思うんですけど、ロム&のアイブロウ03モダンベージュの色味です。私結構眉毛が強い自分の顔見た時に眉毛が強いなと思って、で、まだ髪の毛が暗い時は良かったんですけど、髪の毛の色が最近ちょっと夏だし明るくしてて、ちょっと柔らかさをね足したいなと思って、で、このマスカラつけ始めてからちょっと顔がね柔らかい印象になって、買って良かったなと思ってます。なんかそんなにアイブロウマスカラ試したことないけど、なんかこれは結構眉毛一本一本にしっかり色が絡まるというか、なんかそんな感じで、ちょっとだけ違いがあるの分かります？こっちつけた方でこっちつけてない方やっぱり印象が全然眉毛で違うなと思って、買ってよかったです。
そしたら忘れてた先にリップをね塗ります。ブルベ冬だったっていうのもあって、リップの印象で大きく顔の印象が変わるっていうのが分かってですね、先にリップを塗って顔のバランスを見ないとっていう、あ、リップは DHC のリップクリームで、最近これを使い始めてみた。有名なケイトのコントロールベースのイエローカラーっていうやつ、こんな感じで、はい、まさにイエローなんですけど、これを塗っておくとちょっとその唇の色味が抑えられて、発色がまたちょっと変わった発色になるんですよね。リップはお気に入りのエルメスでいきます。はい、こんな感じです。リップは最後にまた調整します。そしたらアイシャドウですね。アイシャドウベースはもうこれも長らく使いすぎて後ろのも見えなくなっちゃった、トム・フォードのアイプライマーです。もうこれ本当に手放せなくて、こんな感じなんですけど、私は手にちょっと取って目の上にのせるようにしてます。これ塗っておくとアイシャドウの持ちとアイライナーの持ちが全然違ってて、私その目の作りのせいか本当にアイライナーがどうしても落ちちゃうっていうのでずっと悩んでて、でいろんなアイライナー試したけど、もうなんか舞台メイクに使うようなやつとかまで試したんだけど本当に良くならなくて、もうどうしたもんかなって思ってたら、この下地を使い始めたらアイライナーがねキープされるようになったんですよ。これを目の上に塗ったらアイシャドウなんですけど、アイシャドウはまずはこちら、これもトム・フォードのアイカラーで、なんかこんな感じの色味のパレットになってるんですけど、ちょっとね下のグレーのやつが私はあんまり顔がくすんで見えちゃって似合わなくて、でもこの上のね2つのところが可愛くて、これをまずベースに塗るようにしてます。パールの感じが本当になんかキラリーンってね、すごい綺麗に輝いてくれるんですよ。これはちょっと他のアイシャドウとは違うきらめき目元が作れる。でもパールがすっごい細かいからめっちゃラメって感じではなくて、まさにツヤって感じの目元になれるんです。はい、でこれ塗ったら、でちょっとこっちの下の色はねあんまり使ってなくて、最近はちょっとこれも以前にファンの方からいただいたアルソワのアイカラー、これが結構私のパーソナルカラーにすごい合ってる色味で、赤みが入ってる色なんですけど、これを使ってます。この中間色の方を少し広めにのせてぼかして、で際の方にこの濃いめの色を入れるって感じで使ってます。ちょっとこの際のところに濃いめの色を入れてぼかす。はい、アイシャドウ完了したら、アイライナーはずっとヒロインメイクです。私は02番のブラウンブラックみたいな色を使っています。これで黒目の上あたりから目尻まで、これは本当に描きやすい。続いてマスカラ。マスカラはお仕事の時は正直もうねそんなにしないことが多いんですけど、する時はこちらラッシュアディクトのマスカラ、メジャードラママスカラ、なんかボリュームアップの方か長さ出すのがあって、私はボリュームの方が気になっているのでボリュームアップの方を使っております。美容成分みたいなのが入ってるので、マスカラしながらまつげを育てることができるっていうので、これもあのまつげパーマしているサロンで教えてもらって買いました。目元が強くなりすぎないようにささっと塗るぐらいで終了にしてます。どうですか、こんな感じで。そのマスカラ塗らない日とか、あとこの後コーティングにはこちらのフェニックスのアイカールアップっていうのを使ってます。はい、これ一つでカールアップもしてくれるし、コーティングもしてくれるし、トリートメント要素もあるっていうことで、マスカラ塗った後にこれ塗ってちょっとマスカラが落ちてこないようにしてるのと、マスカラ塗らない日もこれを塗ってまつげの保護をするようにしてます。そしたらチークはこちら、シャネルの水チークと呼ばれるチークで、レ・ベージュ・オードゥ・ブラッシュ・ライト・ピンクというのを使ってます。なんかチークは私のこのパーソナルカラーとかの診断を受けた時にそんなにもう塗らなくてもいいっていうぐらいだったので、結構塗らないことも多いんですけど、ちょっと顔色が悪いなとか今日発色させたいなって時はこれを使ってて、これこんな感じで
ピッてやったらこうやって水のチークが出てくるんですよ。でこれを混ぜ混ぜしてこの頬骨のあたりにトン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 ってのせるだけです。そう、そんなにね、あの色しっかりつけたいって人には向いてないと思うんですけど、こうちょっとジュワッと血色をよく見せて、しかもこの水だからね濡れ感が出るんですよ。で、ツヤっぽくなるっていうので、私はもうこれで十分かなって思って、すっごく気に入って、これもかなり長く使ってます。逆にお粉のチークはもう長いこと使ってないかも。はい、うん、ちょっと血色が良くなりましたよね。最後にさらにまたツヤを足すんですけど、これももうずっと気に入って使っているこちら。シャネルの濡れツヤ棒と言われているホームエサンシエルトランスパラン、はい、これはねこんな感じのスティック型のハイライトなんですけど、もうねこの頬骨とか鼻とか、あの基本的に高い位置にはだいぶツヤを仕込んだから光があるので、目の上と下に入れます。これはね田中みな実さんとかが出てるビューティーザバイブルってあったの覚えてます？ Amazon プライムで今も見れるんですけど、でその番組で紹介されててからずっと使ってるんですけど、これをこうちょっと手に取ってコンシーラーを入れたところあたりに、これつけすぎたらやばいんだけど、こうトン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 ってちょっと入れてあげる。そうすると目の下が光が集まって明るく見えるのと、あとこの目の上のアイホールっていうんですかね、眉毛の下ぐらいのところにもちょっとトントントンって入れてあげる。目の上と下のこうくぼみやすいところに光が集まってちょっと色っぽく見えるということらしくて、それはずっとやってます。あとちょっとこの唇の上のところも、あと鼻の先ぐらい、本当にちょっとだけ。よくねアイシャドウ何使ってますかって聞かれるんですけど、多分これをつけてるおかげでツヤーンって見えるからだと思うんだよね。はい、ということであと少しだけリップを足し足しして、はい、完成でーす。よし、髪の毛やっていきます。ヘアセットしていきます。コテはこちらリファのコテを使ってて、これは実は去年ふるさと納税で出ててゲットしました。もう私クリップとか全然使わず、こう紙2つに分けて巻かない方を前出しといて、で巻く方をざっくり分けるんですけど、こんな感じで巻きたい方を前に出して巻かない方を後ろにやっちゃう。ただこれだけ、まず挟んで外巻き、スイーン、こんな感じでちょっと持って冷ます。でこの持ってるところをちょっと内巻き冷ます。はい、で巻いてない方の髪また適当に分けて前に持ってきて、また外巻き内巻き。顔周りの毛をちょっと適当に内巻きにしてるかな。レイヤーが入ってるから分かります。このただ内巻きするだけで可愛いで、だんだんだんってなる。このちゃんと冷ますっていうのがね大事らしいですよ。美容師さんに教えてもらってるんだけど、で一番上の表面のところは内巻きにしてるんですよ。内巻き、内で外で内って感じにすると、はい、なんかこんな感じで巻き髪になる。でちょっと前は置いといて反対側も同じ要領で、そしたら前髪なんだけども、前髪ほんと伸びた。これを前に引っ張って挟んで前にこうやるだけやると、ちょっと綺麗にこう流れてくれる。もう一回引っ張る、こんな感じで流れてくれる。でやるとここがこう綺麗に流れてくれます。はい、こんな感じでね顔周りが
この外に自然にカールする。でここがね、前よりだいぶ根元がしっかり立ち上がるようになったんだけど、このやっぱ根元ぱっくりしてると気になるじゃないですか。で最近買ってね、めっちゃ良かったアイテムがこれ、ジグザグコームってやつなんですけど、これでこの分け目のちょっとこっち右側とかに置いてこうやって持ってくと毛の根元をジグザグにしてくれるっていうアイテム。これすると根元のあの白いところがパックリって感じじゃなくなるので、これめっちゃ便利です。これ使い始めてからいい感じです。はい、ということで髪の毛完成。オイルは相変わらずこのホーユーのナイン、これで本当ちょっと程よいウェット感が出るし、香りも好きでですね、長らく愛用してます。これを揉み込ん でちょっとこの前髪とかつけすぎるとやばいから、さっと指でつけるぐらい、顔周りは特に。はい、ということで完成です。ネックレスはジュエッテのチェーンネックレスにして、ちょっと上品さを足して、で今日は耳はイヤーカフです。これは楽天で買ったイヤーカフ、こんな感じで引っ掛ける。アップルウォッチバンドはこちら、ケースティファイで購入したローズゴールドのバンドです。はい、でお洋服は今日はこの上は楽天でめっちゃ安く買ったメッシュ素材のトップスです。すっごい着やすいし、すっごい体がこうラインが綺麗に見えるのでお気に入り。パンツはこちらソージュで購入した青の発色が綺麗なワイドパンツです。これにジャケットを羽織っていきたいと思います。はい、ということでゲットレディウィズミーいかがでしたでしょうか。だいたいスキンケアで20分、お化粧で15分、髪の毛で10分って感じで、45分ぐらいで全て終わらせて、その後15分ぐらいでちょっとご飯食べたりとか片付けとかして、まあ、1時間ぐらいが身支度の時間ってなるようにしています。はい、今日はちょっとねいっぱいおしゃべりしながらだったから時間かかっちゃったんだけど、だいたいこんな感じで準備して会社に行っています。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。では今日もお仕事頑張りましょうということで行ってきます。また次の動画でお会いしましょう。